はい、皆さんこんにちは。はい、困った時の百刀番in新宿でございます。はい、東京ビジネスホテルちょっと広いお部屋でね収録しておりますけども、今回どうしても話したいのはこれも記録として残したいんでやるんだけど、米朝首脳会談本当にやるのかどうか。そうこれね、俺アメリカに入ってきた情報だともう全然ねやらない情報だったんで、それがこうやってきてシンガポールでやるとか、ね、でもまた少しおかしくなってるんで、その情報をね含めちょっとやってみようかなとか、まあね行こうと思います。まあとにかくまあいろんなねニュースっていうのは俺たちにとっては本当に要するに何だろうな、もう絶望だなって思うこといっぱいあるんだけど、でもその真実は分からない。日本にいるんでアメリカの本当の情報も分からないので、コーヒー飲みながらお届けしたいと思います。はい、まあ東京ね、九州も行ってきました。もう久しぶりにいい感じです。行きますよ。はい、それでは困った時の百刀番。でも元々なかった話でしょ、うん、はいはい、いやないですよ、うん、なんどっからそういう話をクリエイティブされた。いやだからね、俺思うのはでもトランプが解説してるところとかいろいろほら、うん、韓国の首脳陣が解説してるところをさ映像で見ちゃうと本当かなと思うんだけど、うん、まああれは編集してるやつだから、うん、信じられないんだけど、まあ捏造得意だからね、うん、でもどうやってクリエイティブしてそんな話が出てる。で少なくともね、今一番問題になってるのはアメリカでね、俺ほら、まあ、そういう情報筋と一緒によく飲んで話すんで、うん、情報筋ってもすごい偉い人なんだけど、うん、まあ簡単に言うとね、北朝鮮は核を放棄しない。しないでしょ、絶対しない。しないわけがない、うん、でなぜかって北朝鮮だけじゃなくて韓国や、ロシア中国だって放棄させたくないんでね、うん、アメリカに対する要するにさ盾になるものだから。でロシアは例えば北朝鮮をほんの少しでも攻撃したら、うん、韓国の米軍基地を全部ミサイル攻撃するって言ってるの、うん、日本では報道されてないだろうけど、アメリカではそれはアメリカが攻撃されたから報道されてるよね、報道っていうか、うん、で日本には伝わんない、うん、ね。それでもって北朝鮮は、まあ、全くそういうことじゃない、非核化とかそういう問題じゃなくて南北の統一ってことを一番念頭に置いておいて、うん、それだけの話なんだ。それをマスコミと韓国がうまくプロパガンダして、うん、北朝鮮が核を放棄すると言ってるだけなんでね、うん、こんな風呂敷広げてさどうやって落ち着けるつもりなんだろうね。でシンガポールで会談をすると、うん、ね、シンガポールなんて話なんか全然聞いてないよ俺たち、うんうん、だから平壌とか、うん、例えば変な反問店でやるっていう話はね少しはあったんで本当に、だけど結論から言っちゃって核を、うん、例えばなんだろうなリビア方式でするってことは 1% もないんで、うん、段階的にだったらあるんだけど、確実に言われてることはロシアなんかはお前例えばね金正恩にね多分核なんかしてたら即殺されるよと、当たり前の話だし、うん、それで、アメリカに住んでるキムのお兄さん殺されたって言われてる人がそこに座るっていうシナリオがあるから、うんうんね、殺されてないからね人もね、うんうん、そういうことがあるんで、まあ、これはね承認プログラムってやつなんだけど、うん、っていうのがあるから確実に変な話だけどこれないんだよ、うん、だけど6月の12日っていうことでねなんか言われてるんでしょ。どっからそのさ日付とかさ、うん、出てきたの。でも最近また結局なんだっけな米朝首脳会談の前の、うん、南北首脳会談は中止になったって話になってて、うん、これからやっぱりねマスコミは要するにさ嘘の報道を作ってそれをまた嘘で否定するっていうやり方に入ってきたのかなと思ってる、うん、やっぱさ自分たちが悪いのにさその他の人たちのさなんか変更したんだとかそういう、うんうんうん、すごいよね、なんか勝手だよね。本当だよね、最初からなかったのにさ、うん、あこれやるって言ってやんないことになってドタキャンとかでそれでなんで悪者にするとかさ、うんうんうん、失礼だよね。一回もそういうことが本当にないのにね、うん、そういう話になってるとこあたりがねちょっと、うん、で全部責任はさ他の人をかぶせてね自分たちが悪いのに、うん、で今後のね半島情勢のことを言っておくと、うん、アメリカってのはもう韓国 と軍事同盟を破棄したいんだよ、うん、ところが破棄すると喜ぶのはアメリカに残った韓国部分の設備っていうのは全部中国やなんかにさ手に渡っちゃう。ロシアとかね、もう韓国はもう明らかにもうその中国寄りになっちゃってるし、うん、でロシアの支援も得られるんだったら、うん、中国とロシアでアメリカに対抗できると思ってるから、うんうん、でもちろんムン・ジェインっていうのは本当に北からの工作員で入って大統領になってるわけ、うん、大統領になったらその国を大事にするって北の工作員みんなそうだから、うん、世界中ね中国から入った台湾のさ少将もそうだけど、うん、どんな上になったとしても国を裏切らないから彼らは、うんうん、でいっぱいそういうのいるのよ。日本にもそういうの入ってて、例えば日本のテレビ局からも全てのさ例えばその議員もその中にいっぱいいるわけでしょ、ね、日本ではそういうとこ天然ボケ平和ボケしてるからね、うんうん、まあ、本当に中国が日本を攻めるってことも本当に言ってるし、うん、空母を作って4隻作るって言ってるのは日本のためだからね、うんうん、だから日本を威嚇して日本を制圧するためにそういうことをしてることも事実と。日本も頑張んないとさ、うん、やっぱりほら今なんていうの
北朝鮮とロシアと中国とさ、もうガチってなっちゃったらさ、なかなか大変じゃん。やっぱり中国とロシアがさ一緒になっちゃったら大変だし、うん、で日本もさやっぱりアメリカをバックアップできる力をつけないと、その通りだね、うん、同盟国としてそう負けないようにしないと、うん、日本なくなっちゃうよ。だからまあね、そんな話をいっぱいしてるんだけど、うん、今現状言えてることっていうのは、アメリカが北朝鮮と本当に対話をするのかどうかっていうのをアメリカにらはっはっしねえよって言えるんだけど、アメリカの情報入んないから日本のメディアで見るとね、なんかしそうな雰囲気に見えちゃうんだよ、うんうん、だからこれね、僕の聞いている僕のラジオを聞いているね、皆さんね、特に日本に来てからいろいろ言われた、あと僕の親友の川崎君なんかのね、うん、奥さんに言われたんだけど、ないと言ったのにテレビであるって言ったから、いや、間違えたんじゃないかって。まだそんなに焦らないで、ないと思います、うんうん、最初からない、うん、どうやってなくなったかっていうふうに話を帳尻で合わせていくかを今考えてるんだ。そう、それを楽しみに見てんだ、うん、だから北朝鮮が裏切ったとかまだ言ってさ、北朝鮮のせいにして、で悪者にすんだよね、うん、だから完全に韓国はアメリカと手を切りたいことは事実なんだよね、うん、いろんな意味でね、国民感情は、韓国人っていうのは正直言ってやっぱりアメリカに対してのすごく戦争のさ、うん、あれを言いたいよね、うん、ただアメリカ強すぎるから日本のせいにしてるんだけど、まあ日本のことも嫌いだけど、うん、それで北朝鮮は日本は嫌いじゃない、本当に、うん、だから北朝鮮が嫌いなのはアメリカであると、本当アメリカのこと憎いって言ってる、うん、これちゃんと取材してますからね、うんうん、それでもう一つやっぱりさ、その重要な拉致被害者って問題なんだけど、うん、いねえんだよ、うんね、もうはっきり言って、あと帰ってきたくないと、うん、そうなの、だから、ね、横田めぐみさんだっけ、うん、の息子とかさ、そういうのとか孫とか、孫じゃない息子なんかはもう本当にものすごいさ、娘もいいのかな、分かんないけどついてて、うん、結局幸せだし帰りたくないって言ってるわけ、うんね、例えば国がどうたらこうたらって言ったって一人の人間が帰りたくないって言ってるのは返す道理もないわけだから、うん、これはもう八方塞がりね。で安倍さんとは交渉しないって言ってるから、うん、完全に、うん、でもさ、ほらそんな取り戻すんだとか言ってさ連れてきてどうするのって、その人たちが困っちゃうというか、うん、もうすでに向こうでさ、うん、家族もいて幸せに暮らしてるのに無理やり連れてこられちゃったら、帰ってきた拉致被害者が一つも一人も、うん、要するにか北朝鮮で悪口言わないんだよ、どうやって日本で暮らしてるの、すごいいい対応させられてたんだからね、うんうん、だから本当にね、日本の情報っていうのがどれほどいい加減かっていうことを思ったんだけど、もっと言えばあれ聞いたら信じちゃうよなっていうのがさ、俺なんかも今さ本当、うん、本当に、シンガポールでの戦闘殺到でやるのやるわけはねえよな、うん、だから誰かシナリオライターが俺の時代もやってたんだよ、そのシナリオライターが書いて、それでこうなったらすごい面白いだと書いて、それやっぱり嘘だったと、うん、偽情報だって後でやるんだけど、まあこれは偽情報じゃなくて決裂したってやるんだろうな、うん、北朝鮮が、ね、うん、でまあ、日本のメディアなんかは北朝鮮の核施設爆破の時だってね、何もあれだし、確かに核施設爆発ってあれはもう使わない施設だし、関係ないし、もう開発済んでるし、ね、配備も済んでるんだよ、で、まあ、配備済んでるって言うと異様にね恐怖心をあれだからってんで言わないけど、現実的には原潜持ってるから、原子力潜水艦持ってるの北朝鮮っていうのは、で兵器は古いとか言ってロシアの兵器全部持ってるの、うん、だってロシアっていうのが北朝鮮を作った国であって、うん、北朝鮮がないとロシアは困るんだよ、ね、あれでね、うん、アメリカと日本みたいにロシアと北朝鮮でセットなんだよね、そうそうそう、セットセットセット、うん、切って、ね、どのぐらいセットって言ったらいいかって言ったら全く同じようなもんだぐらいのね、うん、だから韓国っていうのが一番ぶらついた立場で、その韓国がもう変なんですよ、うん、中国とロシア側についてしまったから、うん、だけどアメリカはそういうあれを要するにね、中国と韓国のあれが何だろうな、切りたいんだけど、でもしましてやね、間違いなく変な話や韓国と手を切りたい、同盟切りたいんだけど、うん、武器兵器その他いろんなものが全部向こうの手に渡るから、うん、引き上げられないの、そうだ、台湾もそう、うん、引き上げることできる、だってノウハウ分かってるわけだ、設計だって、ああそっか、うん、そう、台湾も同じことなんだよ、だから台湾が中国に戻ると台湾に売ったいろんなさ軍事物質も全部ダメなんだ、なね、うん、だからアメリカはこれでどう考えるかってところをやっぱりトランプの、うん、まあ、手腕をね見てみたいなと思う、うんうん、まあやっぱりねこれの頃はね今本当に6月の12日にやるといったことはないと思います、うんうん、だけどアメリカにいれば断言してないって言えるんだけど、日本にいるんで情報が入らないから、うんうん、キャッスルの大将たち、まあ、本物の大将だから飲めないんでね、うん、そこら辺のところが残念だってんでしょうかね、はい、ちょっとマイク取りますよ、はい、はい、ということでございまして、1本目取りました新聞はね、皆さんまだまだこれから取りますから、楽しくラジオを聞いてくださいということで、お別れしたいと思います。本当にね北朝鮮やらないと思いますんで、やったらごめんなさいね、はい、さよならです、どうもありがとう。
この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。